朝でも昼でも夜でも出せるおかずだと思いますので、すっごいシャキシャキ感も残っててすごいいい感じです。マグロは飽きない。皆さんこんにちは。いつも YouTube を見てくださってどうもありがとうございます。今日はパプリカとかもね、美味しい季節ですので、パプリカの彩りナムルを作りたいと思います。どんだけナムル好きなんだよって思うでしょうが、ナムルは飽きない。やっぱりごま油とニンニクの味っていうのは、なんだろう、食をそそるし全く飽きないので、これからもね、いろんなナムルを作っていきたいと思うんですけれども、今日は彩りもね、鮮やかなパプリカでナムルを作りたいと思います。はい、では材料紹介です。パプリカといっても赤と黄色だけだとちょっと寂しいかなと思ったので、お友達のピーマンも用意しました。はい、赤緑黄色ですね、まあ、信号みたいですけれどもね。はい、それで作っていきたいと思います。まずパプリカは 半分ですね。赤が半分、黄色が半分、そしてピーマンは1個です。はい、ツナ缶1缶、ごま油大さじ1杯、チューブニンニク小さじ1杯、それと、めんつゆ、これは4倍濃縮のものですね、大さじ1杯、それと白ごまを大さじ1杯です。白ごまだけは最後の最後に入れるので、ちょっと避けておいてくださいね。そして用意するのは耐熱皿とラップを用意してください。ではいきます。はい、パプリカ種を取っておきましたね。はい、もう、はい、普通に細切りに適当にザブザブ、はい、細かく千切りにしなくても大丈夫です。こっちだとね、滑ってね、切れないんだよね。はい、こんな感じで、はい、次は黄色。なんかパプリカをね、料理に使うんだけれども、綺麗なんだよね、綺麗に見える、ちょっとわーってなるようにね、お弁当とかにもよく使いましたけど、はい、大体同じぐらいの大きさに、はい、ですね。はい、パプリカが切り終わったら耐熱皿にツナ缶1缶、はい、チューブニンニクですね、小さじ1杯ですね、これはね。そしてごま油大さじ1杯、はい、4倍濃縮の、めんつゆ、4倍濃縮のやつですね、大さじ1杯、はい、これよくね、にんにくが固まってないようにかき混ぜましょう。はい、次にこの切ったパプリカとピーマンを入れます。これね、最後に混ぜれば大丈夫なんだけど、一応ここでね、こう少しね、味が回るように、よいしょ、混ぜておきます。次にラップをします。はい、私は、700ワットで、3分チンしたいと思います。600ワットの方は4分ぐらいやってもいいかもしれないですね。でもシャキシャキ感が残った方が私はいいので、3分ぐらいでいいかと思います。もうちょっとお子さんとかご老人がいる方は、柔らかくした方がいい方は少し長めにね、やってみてください。はい、3分チンしました。ではラップをかたして、さあできました。あ、いい感じに食感も残ってそうだし、綺麗、まず彩りがね、綺麗ですね。はい、まあパプリカの彩りナムルですから、今日は綺麗なのは当たり前ということで、綺麗綺麗綺麗、はい、いい感じ。はい、そして最後に、ごまを振りかけますね。はい、もうたっぷり、ごまってなかなかこんなにね、たっぷり食べることないから、耐熱皿から、はい、別の皿にね、こう移して、ナムルっぽいような、はい、これでナムルだ。
こんな昼間から風呂をためたバカは誰だ本当に。はい、それでは、パプリカの彩りナムル完成しました。綺麗、美味しそう。これ冷やしても美味しいですからね。ではいただきたいと思います。それではいただきます。綺麗。ご飯というよりもバリバリ食べちゃうね、これ。いつものことながら、いただきます。うん、もう夕食にこれにスンドゥブチゲがあったら最高。あと韓国海苔。私は今日電子レンジで、700ワットで3分やりましたけど、もうすっごいシャキシャキ感も残ってて、すごいいい感じです。600ワットの方は4分ぐらいやったらすごく美味しく、シャキシャキ感が残っていいかと思いますよ。ぜひこれは皆さんにも作っていただきたいですね。あの、朝でも昼でも夜でも出せる、やっぱりあのおかずだと思いますので、今日は、パプリカの彩りナムルを作ってみました。ぜひ皆さんも作ってみてください。チャンネル登録といいねボタンよろしければお願いいたします。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。またねー。